でのナイトゲームとなりました。試合開始直前、ナイトゲームとあってドームへ向かうファンの中には勤め帰りのサラリーマンの姿も見られました。広島はエースの川口がオープン戦初先発。その川口の立ち上がり、変化球が甘いところに入ってきたところを日本ハム打線に捕まり1点を失います。しかし2回以降は持ち前の伸びのあるストレートを低めに決め、4回には中島、住吉を連続三振に打ち取ります。結局4回を投げて2安打1失点とまずまずの仕上がりを見せていました。一方、打つ方で目立ったのは3年目の江藤。3回、日本ハム先発松浦の低めの難しいボールをレフトスタンドへ。オープン戦3号スリーランホームラン。試合は結局広島が8対1で勝ちました。